県で美味しいと言われる高いものを食べない限り幸せを感じられないっていう、ある種の欠陥だと思うんですよね。何をもって人が幸せと感じるかというと、僕そのだいぶ低いレベルで楽しめちゃうんですよね。僕がね、すごいね、生きていく上でいい名言だなと思ったのを友達が言っていたので、それを、これがね、あのコメントでユーザーさんが書いたやつで、僕の友達が言っていたやつで、僕は一生これを忘れないだろうっていう。その人頭がいいわけじゃないんだけどね、たまにね、言うことが賢いんですよ。舌を肥やすのは飯がまずくなるぞっていう。あのこれ僕の中でものすごいいい名言だと思ってます。これ本当にそう。これ超重要。人生、普通の人って70年とか80年とかあると思うんですけど、どんなに美味しいものでも食べ続けたら美味しいと感じなくなるんですよ。舌を肥やせば肥やすほど幸せに感じる能力が減るんですよ。どこのものね、いや、大輝ちゃんが言ってたんだけど、舌を肥やすのは超重要。個人的なディスではないんですけど、田さん、金髪のジャーナリストの、あと東さん、大体同じ年代でそのネット系でなんか喋ってお金をもらって生活をするお仕事になったわけじゃないですか。僕は言ってませんよ。コメント言いますよ。あいつら肥えたな、なるわけじゃないですか。そうかと思うのですよ。会食が多いからだと思うのね。いろんな美味しいものを食べてってだと思うんだけど、人前に出る仕事なわけだからさ、やっぱりさ、もうちょっと意識したらとか思いません？皆さん。堀江さんとかね。会食で美味しいものを食べ続けたとしても、幸せの度合いって多分食べ物で幸せを感じる度合いでいくと、僕と大して変わんないと思うんですよ。僕そんなに食わないんですけど、買ってきたあの 1.8 ユーロのメロンを食べて美味しかったなと思ってるんですけど、200円ぐらいか。お腹が空いてる時に食べ物を食べると美味しいと感じるっていう、すごく当たり前の幸せを彼らは失ってしまってると思うんですよ。お腹空いてりゃ、あの、どんなもんでも結構美味しく食べられるんですよ。ちなみに、あのフランスのメロンは普通に美味しいんですけど、安いけどね。ただ、そういう幸せを彼らは失ってしまってるんですよ。高いご飯を食べ続けることで、それよりランクが下がったものを美味しいと感じなくなってしまうっていう。で、そこで失ったものって何なのっていう部分と、あとは、それで体にこういろいろくっつけちゃったわけじゃないですか。体にそれをくっつけることが、その本人にとって本当にそれは幸せなのっていうのが、僕はわからないんですよ。頭がいい人たちだと思うんですよ、そういう人たちって。体にいろいろくっつけることのデメリットは多分もう重々感じてらっしゃると思うんですけど、なんでそれ続けてんのっていうのは、頭がよく見えないんですよ。食べたい食欲っていうのは置いといて、論理的な思考力に関しては優秀ですっていうのはわかるんだけど、食べたいっていう本能だったり欲に流されるような人が言ってる以上、その人が言ってるのは論理ではなくて、快楽を求めて言ってるんじゃないのっていうことに対しての論理的反論が難しい気がするのですよ。挙げやすい例でいくと、修士郎食べたいって人がいますよと。これすごく美味しいですって修士郎さんが、違うな、この例え違うな。修士郎さんって快楽に弱いわけですよ。美味しいものだったら食べたいとか、運動とかめんどくせえからしないとか、っていうその欲望に忠実な人で、欲望に忠実ってことは、こういうものが正しいと思うんだよねって言ってても、その裏でそれ正しいから言ってんじゃなくて、お前なんかもらえるとかって欲望で言ってんじゃねえのみたいな、自分の欲望のコントロールもできないようなやつが何言っちゃってんのみたいになりません？仕事のために食ってるって場合もあるだろうけどね。まあまあまあ、それもあると思います。食べ物に関わる仕事。昨日肉の間で緑亀食ってるやついたぞ。すげえな。舌を肥やしてるやつは、なんだかんだ言ってその、どうやって幸せを感じるべきかっていうところの、すごい単純な法則すら理解してない気がするんですよ。世間で美味しいと言われる高いものを食べない限り幸せを感じられないっていう、ある種の欠陥だと思うんですよね。なんだろうな。ビールを飲んだら酔っ払います。ビールってアルコール 5% とかじゃないですか。5% で酔っ払うのが普通なんですけど、90% のアルコールでしか酔っ払えませんっていう人がいたら、それってやっぱりある種の欠陥だと思うんですよ。高いご飯を食べないと、美味しいものを食べたというふうには感じませんっていうのって、やっぱりそれってある種の欠陥だと思うんですよ。欠陥の善悪とかいい悪い話はしないですよ。通常の人間が持ってるべき能力を失ってしまったっていう話なんですよ。卵ご飯めっちゃ美味しいっていうふうに僕は何回か言ってると思うんですけど、卵ご飯って美味しいんですよ。炭水化物ってそもそもあの美味しいじゃないですか。タンパク質の液体になったタンパク質の卵をかけて、醤油だったりつゆだったりっていうのはあのタンパク質の含まれた割と塩分のあるものをかけて美味しくいただくっていうのはすごく美味しいと思うんですけど、卵かけご飯が美味しいと感じないのって欠陥だと思うんですよ。卵ご飯美味しいと感じない人が半数以下だったら僕言ってること間違ってるんで、もうどうでもいいんですけど、まずい 15.2% の人は、どちらかというと何らかの欠陥を持っていると感じてください。生卵がダメ。あ、あの、アッキーとかの人はごめんなさい。
サルモネラが怖い人は卵の殻をきちんと洗ってください。サルモネラ菌は卵を殻につくので、殻をきちんと洗ってから割って生卵を食べるようにしてください。元から好きじゃない。納豆くれば腐らない。毎朝は飽きる。まあまあ、飽きるしないと思うんですけど、飽きすぎたらいいじゃん。そうだね。生卵の食感が嫌。うん。80割の人は卵ご飯を食べただけで美味しいっていう快楽を感じるんですよ。快楽っていうのは、手軽に感じられる方が幸せになりやすいんですよ。銀座のなんかすげえいい店じゃないと美味しいと思えないっていう人は、普通の食事をしても美味しいと思えないわけじゃないですか。幸せを感じる度合いが生きる中で少ないんですよ。それって僕何らかの障害だと思うんですよ。東京で曲がりで喫茶店をやっている24歳女性です。喫茶宝箱という名前で日々頑張っています。毎日普通に生きられるのって実は当たり前ではないので、来てくれた人が日々の宝物に気づけたら良いなという思いを掲げてやってます。片目の昔ながらのプリンを作ってます。抽象的な質問になりますが、ひろゆきさんが日々過ごす上で宝物だと感じるものってありますか？ありません。まあ正確に言うと、あの宝箱は1日に6回ぐらい開けてると思いますけど、宝物だと感じるかどうかっていうので、多分その価値のあるものだというのを感じるかどうかなんですけど、僕は大体どんなものでも楽しく暮らせてしまうので、例えば砂漠の真ん中でそのなんかインスタントラーメンを食べてても僕割と楽しめてしまうんですよ。っていうのがあって、その何をもって人が幸せと感じるかで言うと、僕そのだいぶ低いレベルで楽しめちゃうんですよね。もう本当にその砂漠の真ん中でじゃあ何してたのって言われると、ひたすらその火を焚いて、油オリーブオイルにティッシュの芯作って、それ火焚いてこうビール飲みながらこうタバコ吸って、こうあなんか暑いね今日みたいなっていうので、僕は割と楽しいと思ってしまったりするんですよ。他の人から見たら、その油に火つけて何が面白いのって言われたら、確かにそうなんですけど、そういうところで僕はあの割と楽しいと思ってしまうので、いちいち宝物的な感覚はないですね。ひろゆきさんは高級料理をいくらでも食べれる財産があるのに、どうしておごりじゃないと食べないんですか？別にお金を払ってまでそんなに食べたいと思わないからですね。知的好奇心を満たしてもらえるものであれば高くても食べるっていうのはあるんですけど、食べたことがない果物です2000円ですとかだったら僕多分買うんですよ。5万円とかでも買うかもしれないですけど、食べたことがない素材っていうのであればどんな味がするんだろうっていう好奇心で、その値札を見ないで買うんですけど、基本的に高級料理と言われてるやつって既存の料理よりちょっと質がいいっていうパターンと、おかしなものを食わせるパターンの2種類なんですよ。お肉ですっていうので、スーパーで買ってる肉より、そのなんか高級百貨店で売ってる肉の方が美味しいよねと、スーパーで買うような肉のちょっとプラスアルファなんですよ。高級なあのなんか百貨店で売ってる肉って、最高級の肉ってどうなのっていうので、ひろゆき肉最高級とか、ひろゆき肉おすすめとかで検索すると多分動画が出てきて、僕があの5分ぐらい喋ってる、スペインで育ててる14年間育ててくるあのルビアガレガっていう牛の話が出てくると思うんですけど、それを見ていただいてっていうのがあって、最高級の牛肉は一応僕食べたことがあるんですよ。このレベルだなっていうのが分かってたりするんですよね。日本でじゃあ僕はあのお寿司が好きなんですけど、じゃあお寿司が好きっていうところで、日本で素材でいいと言われてとか、すき家橋二郎って言われてますよと。すき家橋二郎でも僕食べたことがあるので、魚という素材の最高峰はこういう感じねと、で肉の最高峰はこういう感じねって分かってるので、あとはそれをどう調理してどういう味付けにするかっていう応用の話になるんですよね。こういう魚にこういう味付けにしてみましたとか、なんか昆布締めにしたのでちょっと昆布の風味がしますよとか、桜の花につけたのでちょっと桜の風味のする白身魚になってますよとかっていう、で確かに美味しいですよねと。それってなんか予想を超えるような面白さではなく、あくまでその知ってるものの組み合わせの延長線で知識が増えるわけじゃないんですよね。そこまでなんかお金を払って食べたいとは思わないんですよね。だって知ってるから。宇宙人食べれるとかだったら僕多分結構な金額払うと思うんですよ。宇宙人食べたことないから、宇宙人どんな味するんだろうみたいな。っていうのでもない限りは、カップラーメン醤油味の後に新製品が出て、カップラーメンチリトマト味が出ましたって言って、確かに僕はカップラーメンチリトマト味を食べたことがなかったとしても、別にカップラーメンでしょと思うので、それに高いお金を出したいとは思わないという、そういう話です。